培った経験や個人脈を生かすなら DYM エグゼパート、経営課題に伴走して取り組む顧問としてのご活躍をサポートさせていただきます。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、ねじゃんです。今日はゲスト村上さん、よろしくお願いします。村上です。前あの青笹のスキル獲得チャンネルのなんか令和の虎みたいなやつで、その説は大変失礼いたしました、はい、こちらこそありがとうございました、はい、今日の動画は僕がちょっとねアドバイスするってもちょっと恐縮というか大変失礼な話であるんですけど、まあ、せっかくお越しいただいたので、僕がもっとこうした方がいいんじゃないかみたいな、そういうお話ということで大丈夫ですか？はい、もちろんです、はい、よろしくお願いします、はい、村上さんは今はセールスのなんかウェビナーの台本作ったりとか、まあ、いわゆる 2C のセールスとマーケのコンサルみたいな代行も含めてっていうので活躍されてるっていう、そういう認識なんて合ってますか？クライアントのその先の顧客が C が多いっていう感じですね。クライアントは結構一人社長が最近は多いですね。一人法人でだいたい年商数千万から大きくてまあ数億ですね、はい、まあ、でも別でウェビナー以外のこの101のセールスもそれこそ営業の顧問みたいな形でやってるんですけれども、そこだいたい10億から25億ぐらいの会社が数社あるみたいな、はい、そういったイメージです。別に今うまくいってんだったらそれでそのままやればいいと僕は思うんですけど、前提として 2B の世界でもっともっと活躍の幅を広げていくっていう、そのために必要なピースが何かみたいな、そういうお話だって思ってるんですけど大丈夫ですか？いや、その通りで、はい、やっぱり 2B もちょっとかじってたんですけど、はい、C の方が長いですね。もともと普通の会社員の時でもちろんこの感じじゃなかったんですけど、はい、独立して今6年ぐらい経ってるので、ね、ちょっと今感覚がバグってるというか、はい、だいぶ鈍ってるので、はい、B2B のセールストアみたいなところは事前にお勉強もしたんですけど、はい、鴨さんの目線からバシッと言っていただけたら嬉しいなってなります、うんうんうん、あ、なるほど。僕の中でですけど 2B の最終的に超優秀な人ってどういう人かっていうのでイメージで言うと、例えばですけどサイバーエージェントの営業部長だったりとか、うん、井上さんとかね、ストックさんだととか、ああいう人ってもうそうそうたるクライアントの重鎮をグリップしてきた人なわけですよ。寄せるんであればそっちなんですよ、 2B の世界で戦っていくっていうのであれば、井上さんもそうですし、まあ、僕も普段どちらかというと 2B の畑でずっと10年やってきたので、僕含め僕の周りはクライアントワークでずっとやってきたタイプが多いっていう、なのでそういう意味で経験者から見えるどうした方がいいかみたいな話でちょっと言葉ねだいぶ選んでる感じはしますけど令和の虎との差で今すごいびっくりしてるんですけど、ね、大丈夫ですか？いやいやいや、村上さんと話していてやっぱ感じる印象としては、例えるなら保育園の先生とか幼稚園の先生とかで喋り方が普段からみんなはい頑張るよみたいなっていうのが、普段幼稚園生を対象にしているから幼稚園生が動くような喋り方がもう染み付いてるわけですよ。小学校の先生とかも全部そうですけど、普段対象にしているお客さんが一番動くような喋り方を染み付いて普段からやってるっていうのが、村上さんの話し方から村上さんが普段顧客としている人っていうのが見えてくるっていう感じなわけですよ。令和の虎の方でも言いましたけども、その世界で戦うんであればこれが正解なんですね。なんでそれは決して悪いことじゃないですし、僕は偏差値45以下向けのセールスですよそれはって言ったのもディスってるわけじゃなくて、そっちで僕が商売したら多分勝てないんですよ。なんですけど 2B の方で戦っていくってなると、そこはちょっと違和感があるかなっていうところが率直な感想で、ただ別に売れるゼロかっつったらゼロじゃないんですよ。それにはまる人もいますし、なんですけどやっぱり現状村上さんのことを評価する人っていうのはどちらかというとそっちのカテゴリーの人なわけですね。なのでじゃあ例えば田畑さんとか分かります？あ、田畑さん、はい、田畑さんって大企業で決裁権を持ってたおっちゃんなわけじゃないですか、はい、相当こう言葉も強い人じゃないですか。ああいう人を普段対峙している営業マンだったらこうはならないんですよ、喋り方とかね、はい、どうすればじゃあああいう人たちを口説いたりとか営業できるかみたいな方に寄っていかなきゃいけないわけですよ。そこがなんか経験値的なところがオーラとして出ていくみたいな感じなわけですね。じゃあ田畑さんとかってスペックで言ったらどうかって言ったら、確かあの人慶応出てそっから大企業のそうそうたるとこ行って出世して執行役員とかまで上がってるみたいな人なわけですよ。なので基本的には人生順風満帆で来てる人たちなんですよ、大企業の決裁権持ってる人たちっていうのは。当然目線としては人生うまくいってきたやつ
と会話をしたがるわけですよ彼らっていうのは。なので成り上がり系を好まない人が多いですね。やっぱり寄せるんだれはあっちなわけですよ。情弱か情報強者かのカテゴリーで分けた時に、情弱ほどやっぱり感情に訴えかけて気持ちをくすぐって動かすっていうのが正解なわけじゃないですか。情報強者相手の場合はいかにオーラで押しつぶされないかだったりとか、相手の言ってることを汲み取って少ない言葉で会話できるかだったりとかっていうところが節々から察しられるみたいなところがあるのかなっていう感じなわけですね。なるほど、はい、なので言語化めちゃくちゃ難しいんですけど、村上さんが今大企業のおっちゃんたち相手にセールス行った時にそこを見抜かれた場合にちょっと萎えられちゃうのかなって思ったわけですね。そこが一番のポイントです。なるほど、うん、そこをどうするかですよね。でもそれって場数を通ってきたかどうかみたいなこともすごい大事だと思っていて、知識とかちょっと話し方を変えたり、まあ、見た目を変えたりするだけとか、そういう話でもないと思うんですけど、はい、そのあたりってどう思いますか。場数踏まないと出てこないものっていうのはもちろんあると思いますし、圧ですよね。圧、うん、例えばこの動画を見てピーチクパーチクコメント欄でいる人っていうのはそもそも決裁権持ってない人たちなんで、そこに込みちゃダメなわけですよ。だからやっぱり決裁権を持ってる人に対しての対峙する時の圧っていうのは、向こうも圧強いわけですから、どちらかというとこう喋れば喋るほど弱く吠えてるだけになっちゃうわけですね。なんでその圧とかそっちじゃないですかね。動画にねしてもあんま難しい言語化しづらい部分なんですけど、直すところはいろいろあると思ってて、こっちの世界来るんだったらですよ、やっぱそのイベント地基本銀行マンとかそうですよね、挑発 NG ですよね、はい、大前提、ね、はい、今日はそんな服とね、今日は普通のですけど靴とかは不思議な靴とかですね。あとは喋る時もこれはもちろん普通に後天的にすぐ直せる部分だと思うんですけど、幼い子供を説得する時のような補足とかは基本しない方がいいと思うんですよ。分かりやすく喋るっていうところはもうできるんで、削るのは簡単なはずなんですよ。余計なお化粧が多いんですよ。もっと本質の会話がしたいわけですね。要は田畑さんをイメージしたら分かると思うんですけど、散々営業を受けてきてるわけですよ。散々営業を受けてきてる中でこう話で今ならみたいなそういうのをされても、いやいいからっていう、まあそれは分かってるとは思うんですけど、はい、お化粧が多ければ多いほど、普段お化粧に騙されてる人たちを対象に子供騙しでいけちゃう世界で生きてんのかこいつはとっていうのを本能的に察するわけですよ。そう乱れちゃうわけですね。そうなんですよ。そうすると子供騙しで通じる世界で生きている人に対等なビジネスをお願いできるイメージが湧かないわけですよ。なので子供相手に商売してるっていうオーラをまずは出さないこと、おっちゃんたちと普段つるんでる感をもっと出したいですおっちゃんたちとつるんでる感、はい、そうなんですよ。おっちゃんたちとつるんでなきゃいけないんですよ、まあ、それをもう10年ずっとやってきたわけですもんね、はい、僕はもちろんそれ一本でやってるわけじゃないんで、はい、いろいろこうハイブリッド型になっちゃってますけど、サイバーの営業の売れてる人って考えたら、やっぱ体育会系で肝座ってる感じで多くを喋らずに相手の言うことを全部受け止めますとっていう、その中キャパシティの広さと圧と、例えばこの年収チャンネルで言うと井上さんもだし、プルデンシャルの大野さんとか最近出てきてくれてますけど、 あの人とかもやっぱこう座った時の圧ですよね。圧がありつつでも柔らかい空気感を出してる、洗練されたオーラが出てるので、あの人は 2B ではないですけども、多分富裕層相手に普段商売してるんだろうなっていうオーラがもう出てるわけですよ。そっちに寄せたいっていう感じですね、 2B とか富裕層相手にやるんであれば、まあ、ここまでいかがですかまあ余計なお世話なのは徐々に分かってるんですけど、僕がうさんくさいでなんだって言ったところをあえて言語化するんであれば、そういう感じかなと。本当おっしゃっていただいて、自分自身にシンプルに足りない力だなっていうのは感じましたし、あとは本当自分の今後のキャリアプラン的に考えて C メインなのか、じゃあ B なのか、まあ C と B って言っても結構幅は広いと思うんですけれども、結論その B の力、それで生きていくかどうかは置いといて、その力とオーラとスキル圧っていうのは身につけたいなっていうのはすっごい今感じました。僕もともと体育会系なので、C って言ってもいろいろあって、ただプルの大野さんの C って富裕層相手じゃないですか、はい、世間的に C の中のさらに情弱領域っていうと、例えば情報商材系だったりとか占い系だったりとか恋愛系もですね、まあ恋愛って結局情報商材ですけど、そっち系の顧客層って基本的には IQ は低めなわけですよ、相対的に見ると。自己投資3000万してきましたっていうのも、そのアピールの仕方がどちらかというと情弱に刺さる方法なんですよ確かに上の方から見たらね、だから何っていう
う話ですね。そうなんですよ。確かに自己 PR の仕方が情弱に刺さりそうな自己 PR を節々に挟むんですよ、うん、例えばだから僕はそれ聞いた時にその情報をなんで毎回挟むんだろう、普段それで刺さる層を相手にしてんだろうなって本能的にやっぱ感じちゃうわけですよ、うん、なので田畑さんに刺さる自己 PR をした方がいいわけですよ。 ある種その視点で自分自身の、うん、まあ、ブランディングじゃないですけど、うん、話す内容とか、うん、あとは振る舞いもそうですけど、うん、っていう風にトレーニングというか、うん、していったら、まあ、もちろんすぐじゃないかもしれないですけど、うん、改善できそうなところあるかなっていうのは。もちろんできると思います。はい、改善って意味では全然すぐできると思いますし、だから田畑さん呼びますか、うん、ボコボコにされる回ですか。いやいや、ボコボコにっていうかもっとこうしたら俺を説得できるよみたいに言ってくれないから、まあ、ちょっとここはねもし来てくれってなったら放送しますけど。今のキャリアで本当に大丈夫ですか。ビジネス戦闘力を上げて生涯年収を高めよう。年収エージェントでまずは無料面談。あと早口っていうのも、早口で喋れるってことは遅くもできるわけじゃないですか。頭があんま良くない人ってブワーって喋ることでその人の思考を一回止めるんで、まあ、一種洗脳なわけですよ。早口で喋った方が売れるんですよ。だけど法人営業のトップセールスになるってなると早口の人多分あんまいないはずなんですよ。どちらかというと本質の言葉だったり情報だったりとかっていうののキャッチボールで話が進んでいくんで、早口でバーって言ってその合間合間に僕は3000万の自己投資もしてますしとかって言ってたら普段そういう商談してなさそうに見えるじゃないですか。確かに。っていうところが、まあ、まあ大前提としてありますよという感じですね。でもう一個の考え方として、例えば売上がじゃあ同じ100万円の商材がありましたと、片方はマーケがめっちゃ強い、セールスがめっちゃ強いですと、片方は営業めちゃくちゃ下手ですとなった時に、どっちが商品力高いですかっていう話なんですよ。当然営業力が低い商材で同じ売上なんだったら商品力が高いのは営業力が低い方じゃないですか、はい、これ僕らも結構意識してるところなんですけど、ストックさんが営業めっちゃ強いですよ、うまいですよって PR することって、実的には商品力が低いですよ、コンサルテーション力が低いですよっていう裏返しでもあったりするわけですよ。なので僕らは営業力が強いアピールっていうのはそんなにやってないんですよ。むしろコミュ力が低いエンジニアとかがお金たくさん稼いでる方が技術すげえんだろうなって思われると思ってるわけですね。そこの本質をやっぱ上流な人ほど見抜くんですよ。なるほど。営業力がめっちゃ高いアピールっていうのは実質的には商品力がそんなですって思われてしまうリスクがあるわけですね。そこを踏まえるとやっぱりめちゃくちゃ喋るっていうのはそのプッシュ型の営業力あるアピールなわけですよ。確かに。だから一番理想はあんまり喋らずに営業力はあんまなさそうにして、それが実は営業力が高いことにつながってるっていうのが理想なわけですね、うん、なんで僕も例えばじゃあゴルフ行った時とかに初めましての経営者とたくさん習いましたってなった時に営業力がないアピールをめちゃくちゃするわけですよ。そうなんですか。例えば車の中でカブちゃんどんなことやってるのとかって聞かれた時に、そこで僕はこうで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 って営業力アピールするんじゃなくて、いやなんかこんな感じでって言ってややコミュ障チックなコミュニケーションを取るわけですね。ただちゃんと案件たくさんあって売上利益が出てますよっていうのを案にアピールするわけですよ。それはどうやってアピールするかっていうと、ゴルフがうまいことなんですよ。ゴルフなんでそんなうまいのと、いやいや週 5,6 で練習とかラウンド行ってるんでって、まあ、ちょっと持って言うわけですよね。そうするとなんでそんなに余裕があるの、なんでそんなお金があるのってなるわけですよ。マンションでゴルフの、ね、練習場ついてるんだって言うと、あ、タワマン住んでんだこいつ、でしかもそんなに時間もあるんだ、すげえなって、なんでなんだ、いやちょっと分かんないんですけど、まあ、ちょっと一応フリーランスのお友達みたいにたくさんいてみたいなでなってくると、向こうはどう思うかっていうと、あ、こいつ商品力高いけど営業力がないからまだあんま伸びてないんだなと、ってことは今掘り出し物を発見したんだ俺はって思うじゃないですか。それでインバウンドで来るわけですよ。なので営業力あるアピールしすぎると商品力が低く見られるんで、営業下手ですよと、ただ商品力高いんで見つけたあなたラッキーですよっていうのを演出したいわけですね。それが B2B の高度な営業だと思ってるわけですね。ここまでをうまく演出できるのが B2B の営業って僕は思うんで、それを感じれる人ってのは上流な人なわけですよ。で 2C の場合ってそこまで感じれない情弱なんで、グワッて営業した方が売れるわけですよ。っていうところまで踏まえて、広告をいっぱい出してるところは商品力低いのかなとか、さ、いわゆる引きの営業っていうところを理解できる層を相手に商売してるのか、理解できない層を相手に商売してるのかで営業スタイルが全く変わるよね。だから今の場合だと営業力が高いけど普段は情弱相手に営業してるんだろうなっていうのが案に伝わってきちゃうから、 2B にするんだったらそこを控えましょうっていうのが僕の今回の意見という感じです。いや、はい、ありがとうございます、はい、とんでもない言語化いただいて、はい、それこそ株本さんもよく引きの営業が得意っていうことをおっしゃっていて、はいはい、そういった意図があったんですね、うん、それを分かってる上で全部こう演出して、うん、で相手からインバウンドで来るようにそう設計してるっていう。そうです。なるほど、はい、ヒアリングを深掘るとかっていうのはまた置いといて、うん、株本さんのスタイルの引きの営業っていうのは正直今までやっ
ってなかったので、うん、そこやってみたいなとは今も、ねうん、思いました。田畑さんとかがじゃあどうやったら売れるかって言ったら、田畑さんって言うと分かんないですけどめっちゃプッシュで押した結果お前根性あんなとか頑張ってんなって言って買ってくれるパターンもあると思うし、はい、でも田畑さんとかああいう目が超えてるからになってくると、多分掘り出し物じゃないと美味しい情報ってないっていうのが分かってるはずなんで、営業あんまやってないけどなんかこっちでこうこそこそえ、まあ、これすごくねとかめっちゃいいね、売り方分かんないねとかって言ってるところに食いついてくるはずなんですよそこまでいったら法人の営業としては結構売れるようになるのかなと。ただもちろんこれって結構高度なんで、そこに行くまでのステップいろいろありますよ。もちろんその単発の決められたものを売るだけだったら行動量だったりとか、トークでいかにロジカルにできるかっていうのも大事だと思いますけど、最終的にはやっぱこう 2B って一括りにするというより、 2B の中でもその難易度のステップがあると思いますんで、うん、まあ、まずはそのステップ踏んでいくってなったら、喋る量を減らすとか、うん、感情のお化粧をなくすとか、うん、そこら辺からかなと思います。今株本さんがおっしゃってくださった引きの営業はある種 B って呼ばれる中でも結構上位のところ、ある種も究極系に近いみたいなような、そういうイメージですか。僕究極は営業とかって基本もう成り立たなくて、本当の上流ってもう営業とか負けじゃなくてシンプルにメリデメだけで成り立つ世界だと思うんですよ、うん、M&A を営業で決めるとか無理なんですよ。そうですね、確かに。もちろんこの買わせてくださいで M&A 会社が営業かけてその接点とか信頼の積み重ねともちろん大事だと思うんですけど、最終的にじゃあファンドの買収するときに営業されたから買うとかってないわけじゃないですか。確かに完全にメリデメだけで判断するわけですよ、うん、なんで究極の営業っていうのはその1個下のレイヤーというか、うん、感情とか多少のそういう気持ちで動くレベルの話の取引だかっていう感じですね、うん、営業力あるアピールっていうのは美味しいように見えてビジネスは先細りだと思ってるわけですね、うん、っていうところも踏まえた上でこう自分をどう見せるかみたいなところなんですよね。セールストークが上手いっていうのも、まあ、もちろん大事だし、そういう講師として稼ぐっていうのもあると思うんですけど、僕だったらですよ、台本書くのが超得意ですと、だけど喋りはあんま下手ですと、だけどやってる案件ことごとく超結果出てます、でもしよければってこう引きの営業された方が食いつくわけですよね。今みたいにうわって営業していて今の売り上げなんだったら、商品力はそれさっぴいたら営業力ない人だったら大したことないのかなって思っちゃいますし、逆にさっぴかれちゃうっていうリスクもあるよっていうところだけ分かってくれればちょっと立ち回りも変わるのかなと思ったりします。その言葉はやっぱり今まで受けたことがなかった言葉なので、はい、今日のこの時間でめちゃめちゃ気づきありましたし、それこそ株本さんじゃないとこう言ってくださらないっていうのをすっごい感じたので、はい、まだまだ自分の伸びしろ全然あるんだなっていうのを感じました。最後にじゃあ普段からこういうことをするといいよだったりとか、具体的にこういうところでセールスを学べるないし実践できるみたいな、何かそういったところってあったりしますか。無茶なこと言ってもいいですか。どうぞ。多分村上さんのスタイルを肯定する人たちに囲まれすぎだと思います。これは本音で言うとストックさんの内部の人たちの中でもちゃんと営業 B2B でやってる人たちはぶっちゃけほとんど僕と同じ印象を持ってるはずなんですよ、うん、村上さんの普段の立ち回りとか所作みたいなところに違和感を感じる人ともっといた方がいいと思います。じゃないとなんかそれが肯定されてて村上さんの周りで優秀優秀って言われてるのは非常に違和感がありました、うん、なんでそっちのその世界で生きるんだったら別にいいと思いますし、 B2B で生きるんだったらそうじゃないと思いますし、なんかここはどっちの世界で生きるかっていう選択になると思うんで、ハイブリッドでやりたいんだったら多少はそっちの意見を取り入れないといけないと思うし、でも何度言いますけど別にそっちが悪いわけじゃないですかね僕がこっち行ったら株本なんて愛想も悪いし意地悪だし絶対買いたくねえよこのやつからって思われますから、ここはもうどっちの世界かっていう話です。ありがとうございます、はい、ただ今現在の本音を言うと、僕はハイブリッドでいきたいタイプなんですよね、はい、どちらの世界か偏見をなくしたいっていうのも結構自分の根っこにあるので、うん、いいものはいい、そうじゃないものはそうじゃない、であとは個人のスタイルも自由でいいよって思ってるんですけど、はい、でも結局それが上流の方から受け入れられないのであれば自分から変わっていくことも大事だと思うので、うん、こっちじゃなきゃいけないっていう世界線じゃないともっとなんか美しいのになみたいなことは正直思ってます、うん、村上さんは、ね、あの人格というかは本当に素晴らしいと思ってますし、人格否定は全くしてませんから、ありがとうございます、すごく素敵な方だと思ってますし、はい、なのでその、まあ、一つのアドバイス一つに取ってくれれば大丈夫です、はい、という感じでちょっとしどろもどろで恐縮なんですけど、やっぱ言語がかなり難しいんでこういうのは、うん、という感じで参考にしていただければなと思いました。はい、ありがとうございます。村上さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。フリーランス向けオンラインサロン運営中、ビジネスマンは年収エージェントで転職、ウェブマーケプログラミング動画編集のスクール運営中、概要欄をご覧ください。年収エージェント。